うざいし、健太くんどうだった？緊張するって全然大丈夫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 すぎる大丈夫すぎるし大丈夫予習してるから予習してるもんね予習してるから怖い何使ってるか分かんないストーリーだうっすじゃあおういや、邪魔です、邪魔ですたまたまったみたいな無事じゃあ頑張ってじゃあまた、うん、ケタ君スコンビラでまたケタ君またはいっていうかもうちょくちょく行くわ、普通に顔出すわグランド、グランドで、うん、ボルマッシュやるしじゃあありがとうじゃあ、またその笑い方何なんですか俺その笑い方に釣られて笑ってるんですけど見ながら俺分からんねんそれ言われるけど言われますよ言われた結構ガチガチっていうかまあもともと生まれつきでなんかちょっとこう笑うとこまでこれめっちゃ見られるじゃん笑うとこまでこうセットでなんか編集するじゃないですかああ確かに、うん、最後の笑いも言えるみたいな、うんまあまあ、でもたまに何もないのにただただ流してカットするときあるじゃないですか俺だったらもうあれもまあ作戦あれ作戦ですか俺だったらもうすぐもうカットするんですけどなんもないんかいでもなんもないあのなんもないから俺のこうやから最初聞いて、うん、あの見始めたからこうやに昨日星から見たとか言って俺すぐ出て見たらおもろかったらこうやに言うんですよそしたらいや最近見てないですよとか言って見ろよこうやこうやはなんかもう500人とか300人とか、うん、そのめっちゃ少ないサッカー系 Vlog の人見るんですよあいつへで俺に選手じゃないってこといや選手ですけど海外のやつはあはいはいはいなんだっけな、ね、ドイツでやってた選手とかそう安藤大輔安藤大輔誰ですかツッコミないっすツッコミ誰なんて、まあ、タイガーだタイガーそれこそさなんとかやってくれへんのかな荒野のお父さんにお父さん行くんすかお父さん会ったことあるんすかあるんすか結構後期の結婚式で弱くないでもねすごいよ遅刻してきたの俺前の日なんで最低じゃないですかそうそしたら帰り代のお金出してくれてわざわざ来てくれてありがとうみたいなへえ申し訳なくて飲んでたくせに言ったらあかんね使うけど使うんかいなんかこうルーティンみたいねずっとルーティンですかそういうやり続けるようなルーティンがなんかを求めてそうっていうかまあ今いるファンとかもねだからなんかもう自分として飽きられんじゃないかっていうなんかあるじゃないですかだからなんかでも意外と求めてたりするじゃないですか、うん、そうなんよ本当人出した時伸びひんもん俺も逆になんだっけあの今日も素晴らしい一日にしましょうみたいな秋葉ブログ違いますあの星原君の今日も最高の一日にしましょ ああいうのとかもうずっと行ってるとずっと欲しがるじゃないですか、うん、だけどこっちはもうそろそろ飽きられてんじゃないかな あそうだねやる側はね変えなあかんと思うよね、はあ、一緒のことじゃなくてどこら辺までどうなのかはよくわかんないです不安になりますこれめっちゃ不思議やろな外から見たら、うん、何してんのって感じです大それたなんか機械ないしさでもねこんなんやってるしさ何をやってんのって感じですよ一覧かなって感じほら見てる人それ見るよみんな登録してほしいですねねだとしたら一回こう逆に置いたらさっきもそうですけど、うん配信ですかみたいになるじゃないですかうんそしたらなんか一回は見てくれそうですよ、ね、確かにさっきの人とか店員さんとかあ確かに確かに俺だったら見るから店にさ置いてくんありちゃうって思うんだけど置いてく沖縄の店とかに、うんまあ、例えばサイン色紙にこうチャンネル名書くとかああチャンネル名だけとかでもまあ中
高い店に置いていってもらうみたいな。なんかあれっすね、でそこで撮影したらその人絶対見ますよね。そう、これ美味しかったとか言って、ちゃんとそこ行って、まあ、宣伝にもなってみたいな、うんうん、そういいかもしれないです、ね、別に壁に飾ってもらうぐらいで、ね、うんうん、やってくれそうじゃん、紙でもいいからみたいな、うんうん、YouTuber の名刺必要っすね、名刺みたいなね、そのあれがあれば作っとくわ。じゃあ俺え一緒でいいもんだ、そのデザイン。どういうこと一緒って俺のも全く一緒。ああ、星原君のと俺のが一緒ってことデザイン。何ちょっと乗っかろうかなまあ、あの乗っからせていただいてる側やからな。いやいや、そんなこと言ったら僕もあの池さんなので、ね、めちゃコメントきますから、パクリでしょみたいな。同じなんかあの人とめっちゃ俺生活似てんすよ。見ます？あ、見てる見てる。なんかコーヒー入れたりと食事作ったりとか、俺似てるんですよねマジで。でもやることそんなないじゃないですか、うん。サッカー選手ってもうほんま基本早起きやん。うん、まあ、基本はさ、まあ、決まっちゃってますもんね。うん、あとはもう午後の時間の使い方だけやん、ね、人によって違うっていう。マジ YouTube の編集で時間が潰せてるから。うん、暇すぎじゃないですかマジで。マジで飽きた。はじめまして。はじめまして。田中です。もう何回か試合したよ。何回か削られた。先も。うせ。そんな削ったっけ。久しぶりに僕初対面に行っていいですか。いやもう全然。僕初対面なんですけど。僕も初対面。今日あの岩渕 の、うん、あの紹介です。でその子はもう帰った。は帰った。帰りました。え、地元は東京です。あ、東京なんですか。はい。どうしようとしてるんですか。地元東京って言うてみたいな。言ってみたい。俺もでも地元東京になるから。え、来年から地元東京になるから。地元って10年以上住んで初めて言えるじゃん。確かない。はい、入って。やっぱ匠こっちの方がいいわ。じゃあ、なんかこだわりあるんですか。ケイタ君、ケイタ君じゃあ真ん中来て。いや、いいですいいです。だいたいあの初対面で、うん、まあ、確かにそうです。真ん中で回してくれた方がいい。これケンタのやつ。そう。これいくらですか。これ3万。そう。そんなすんの。めっちゃ高い。え、これ全部今日だから初めて投稿しようって言ってた。へえ。でちょうどケイタ君もおるからさ、俺より絶対こっちに聞いた方がいいよマジで。ちゃんとしたちゃんとしたこのテイストでいったらあかんやん。そう、まだ作ってない。え、じゃあさ、今撮ってさ、これから始めますって言ったのもう今すぐ載せようよ。あ、そうする。うん、ね、なんでちょっと標準語なの逆になんでちょっと慣れへんとさ。いやだって結構あれやん、嫁の関西やん。あ、そっか、そうそうそう、身近にいるから。そうそうそう、俺も結構ハイブリッド型やから。5にいれば5に従うタイプ。全部に従ってるから、もうもういろんな感じ。あの J リーグなんとかに取り上げられるのほんますごい。すごいっすね。急に来た。いやなんかその中の人がリツイートしてくれてて、僕の YouTube で。それでうわこの人なんだと思ったんですよ。そしたらうちの元社長が見てるらしいよって言ってくれて、で J リーグ TV 考えてるらしいよって言って、そういうことで、うん、ご利用してくださいって言って。やっぱお願いみたいなのしたの、うん、俺も選手会にリツイートされたから選手会にご利用しよう。何のご利用しですか仕事ください選手会から1000人行くのめっちゃ大変じゃないですか。1000人行くのマジ大変ですよね。マジ大変。そう、1000人行くのマジ。1000人行ったらなんかあれやんな、広告とかできるの。1000人までだって5、6かって考えましょう。誰かが1000人行くまでがめっちゃむずいって言うやん。うんうんうん、そっからなんか案外ポンポンポンって行くとか言うやん。うんうん、いかんしな。でも1000人行ってるやろ、ケンタ。1000人は行った。そうやんな。で、そっからなんか5000人なのが早いとか誰かが言ってたやん。うん、確かに、俺早かった。早かったやん。うん、一瞬で行ったやん、ほんとに。から開いていったもん。差が？差が。他の人じゃないですか、あの、Jリーグ TV みたいに。あ、そういうどこかで紹介されたりとか、紹介してくれる人が増えると。確かにな、つながりってそういうこと。そうやな、人脈ってそういうこと。お互いやり合うしかないな。嫌やもんな、こういうのを紹介するの。確かに。にわちゃん、そうや、ちょうど
ょっと、ちょっと似てた。ちょっとな、胸張ってるし。ちょっとある二人と会おうと思って、あと YouTube 始めようと思って撮ってます。では、今日のゲストは星原健太くんと田中圭太くんです。いや、なんすかこれ。もう全員を取り合うみたいな。いや、どういうこと。自分の世代ですね。三角関係。